とある魔術の禁書目録とある魔術の禁書目録の用語とある魔術の禁書目録の用語では、鎌池一馬のライトノベル作品、とある魔術の禁書目録の用語について解説する。本作の全体的な世界観の概要については、とある魔術の禁書目録用語、世界観を参照。通常の人間には不可能とされる超常現象を引き起こす力。 いわゆる超能力を指すが、なこそ同じであれ実態は大きく異なる。本作における超能力とは、薬物投与、催眠術による暗示、直接的な電気刺激、また極端な例では、実験胸により脳を改造することなどを施すことによって、脳の構造を人為的に開発し、科学的に作り出されたものであり、オカルトとは明確に区別される。なお、 基本的に作中で超能力を指す故障は、能力であり、超能力は、学園都市外部の人間が指す故障や、能力の存在自体を指す故障として使われる。手から炎を生み出す、手を触れずに物を動かす、人の心を読む、などいくつもの種類が存在する。原理としては、自分だけの現実を確立することで、ミクロの世界を操り、それによって、 物理法則をねじ曲げ超常現象を引き起こし自在に操作するというもの。基本的に一定のカリキュラムを受ければ誰でも能力を開発することが可能だが、能力の系統、種別は各個人の先天的資質に大きく左右され、どんな能力が身につくかは開発するまでわからない。能力は一人につき一種類しか使えず、一度発言した後では能力の種類の変更は、 不可能とされる。また能力はすべて6段階の強度に分類される。能力自体は自分だけの現実で発言するが、能力の行使と制御には頭脳による演算が必要、不可欠である。どんな能力にもそれぞれに計算式があり、それを正確に演算することで能力を発動させる。このため、一と開発してしまえば、あとは準備なく身一つで、どこでも即座に能力が使える。 ただし、何らかの外的要因で集中が乱れると、能力の精度などに影響を及ぼし、極度の混乱や精神的疲労などに陥れば一時的に能力の使用ができなくなることもある。演算能力がそのまま能力の正確性や威力につながり、訓練や学習や実験等で演算能力を鍛えれば、レベルも上がる。そのため必然的に上位の能力者は、 演算能力が高いイコール学習能力もあるということになる。なお、能力開発の技術自体は科学的に確立されているが、その能力が生み出す現象のメカニズムの解明や、その現象の多分野への応用、発言する能力の種類の個人差などは未だ研究中のため、学園都市における能力開発はそれらの研究の手段に過ぎない。ある研究によると、 霊魂と呼ぶべき何かが宿った肉体そのものに宿るらしく、体が切り分けられて小さくなればなるほど、またシステムが真の目的とされている。能力名は原則として学校側がシンプルな名前を決めているが、学生自身もしくは開発者が申請した名称も存在する。大半の能力名は漢字4文字にカタカナのルビを当てた名称になっている。 能力者能力を有する人間の総称。基本的に作中では、能力者と呼ばれる。学園都市外部の人間が、学園都市内部の能力を有するものを指す場合や、学園都市内部の人間が、超能力者を指す場合は、超能力者と呼称される。一部の原石を除き、基本的にすべての能力者は、学園都市に在籍する学生であり、能力者になるには、 学園都市内の学校へ入学し能力開発の時間割を受ける必要がある。能力の誘発方式は思春期の申請を利用したもので、それゆえに年齢制限も存在し、加減は5歳から上限は少なくとも30代まで。前述のように能力開発とは研究目的で実施されており、あり程に言えば能力者は人体実験の被験者ということでもある。 能力者とは言っても、能力があること以外は、通常の学生と同じで、一般的なライフサイクルを送っており、能力を活用した行動は、本文ではなく、基本的に能力は、成績としてしか意味しない。ゆえに、日常生活の中で能力を使うことはあっても、喧嘩が常である不良や、能力者の治安維持要因である、風紀委員などの一部を除く。 大多数の能力者は能力を使った戦闘は行わず、能力者の軍事利用などもされない。ただし蒸気はあくまで表向きであり、暗殺や破壊活動が主な暗部において、暗部所属の能力者はその能力を日常的に戦闘に応用しており、格闘や銃器などの軍事訓練も積んでいる。また能力者のクローンを兵器として製造。 運用する量産型能力者計画と呼ばれる計画も存在した。原石学園都市外部において自然に発現した天然の能力者。学園都市の能力開発と同じ環境が自然に整った場合に生まれるとされる。能力開発による能力者が人工のダイヤなのに対して天然のダイヤと評される。世界的に見ても非常に数が少なく現在確認されている。 原石の総数はわずか50人前後。その存在はあまり知られておらず、学園都市内においても噂の息を出ない。学園都市が創設されるはるか昔より存在し、魔術発祥の要因にもなった。地球環境に刺激されて能力を得ているため、あらかじめ環境や状況に合致した設定を施された場合が多く、人口の能力者における発火能力や、 発言能力などの発言しやすい能力とは方向性が違って特殊性、希少性が高い。未確認生物である吸血鬼を殺害することに特化した吸血殺しを持つ姫神アキスナ、第7位の超能力者にして、世界最高の原石作為タグ派、植物の肉体を持つタツマクレアなどが原石に分類される。ほとんどの原石は世界各地に点在していたが、 SS2 巻で世界中の研究機関にサンプルとして拉致されたところを妹たちによって救出される。以後は全員が学園都市に保護されたと見られていたが、神里勢力に原石であるクレアが参加しているのが確認されていることから世界中には未発見の原石が残っている模様。強度能力はその出力や効果によって 図や以下に示すように0から5までの6段階に分けられている。表記は漢字で、能力者、読みはレベル数字。レベルのランクが上がるごとに反比例して人数は少なくなっていく。また、強能力者と大能力者の間には大きな壁があるとされる。レベルのランク分けでは、上記の通りだが、それとは別に下記のような概念も存在する。能力の分類。 種別一覧この項目では、学校側が決めるシンプルなカテゴリや、個人によらず複数のものが持つ能力について記述する。念話能力のように、同一名称でも原理も同一とは限らない場合が存在する。特定の個人固有の能力については、それを用いる人物の当該項目を参照。主なカテゴリカテゴリ全体を指すときは、経営能力と称される。派生系 特殊な能力その他能力関連非科学的な手段で、超常現象を発生させる技術、理論の総称。いわゆる魔法、魔術。一口に魔術といっても、火、水、土、風といった疑似的な自然現象や不可視の呪いなどの、非物理的現象。また攻撃的な魔術以外にも、防御や治療をはじめとして、長距離の移動、遠隔地との通信、物の探索、 肉体強化といった補助的な魔術も多岐にわたり、その効果は千差万別。またそれらの基礎となる魔術理論においても、所属する宗教、神話や流派によって、多種多様な理論体系が存在する。しかしそれらは、明確に区別されているわけではなく、別々の系統を自由に取り込んだり組み合わせることができる。超能力との最大の違いは、どのような系統 効果の魔術を習得するかが、術者によって選択可能なことと、数に制限なく複数の種類を使えることであり、自分の目的に沿った魔術を自在にセッティングできるため、超能力と比べて、非常に自由度、万能性が高い。原理としては、異世界の法則をこの世に適応することによって、通常の物理法則を超越した現象を発生させるというもの。具体的な手順は、 まずはじめに魔力を生成し、その魔力を任意の形で操作するコマンドとして、宗教的記号を身振りで示したり、呪文の映象や礼層の使用などの儀式を行うことで違法則に基づいた術式が組み立てられ、魔術が発動する。なお、魔力運用のコマンドは既存の宗教的法則や伝承を応用して、組み立てるのが最も効率的とされる。魔術は、 厳格に体系づけられた学問でもあるので、適当に言っても使えず、法則を無視したデタラメな現象も起こせないが、必要な知識を学んで、正しい手順を踏めば、誰にでも使える。様々な記号を分解して我が物とし、人知を超えた神の二姿をまとって、大規模な儀式を実行し、ただ恐れ敬うだけだった。上位存在をも、知識や技術を得るための踏み台とする存在であり、 ただし、宗教防壁を備えていないものが頻繁に使用すると脳がショートする恐れがある。真理に到達したアレースターは、生命の奥底から湧き立つ資源の力に支えられる、人を思う気持ちに形を与えた、技術、字に人を癒し、人を傷つけ、人に寄り添い、人を遠ざけ、祝福と意図を表裏合わせた真に力ある、術式群、意師に従って、 変化を起こす科学でありよう、代案曰く、意志に従って、意識の中に変化を起こす学にして術こそが、基本の中の基本だとしている。発祥としてははるか、昔、何らかの宗教的奇跡や環境によって生まれた、天然能力者に対する戦望から開発され、成立したものであり、しばしば、才能のない人間が才能ある人間と追いつくために、作られた技術と称される。 しかし、才能ある人間とは力のフォーマットが異なるために、能力者が使用すると、たとえ無能力者であっても体に高負荷がかかり、最悪死に至る。その際は魔力を生成した段階から、血管破裂、神経回路損傷等の拒絶反応が起こり、作中では直流の電子機器に交流電流を流すようなものと、例えられる。拒絶反応がどのように生じるかはランダムで、 一度使っただけで死ぬも、こともあれば100回行使しても致命傷を受けないことも、ある。大雑把に分類すると、類感と感染の二つに区分される。類感とは、形の似ている、物品同士は相互に影響し合う、という考えにのっとった魔術。偶像崇拝の理論や天体などを利用する一部の魔法人が代表例として挙げられる。対して、感染とは、血、神、 爪といった体の一部は体全体に影響を及ぼすという考えにのっとった魔術。髪などを特殊な手法で破損する民間伝承の牛の時参りのような遠隔地から攻撃する図書がポピュラーだがプロの魔術師には簡単に喚起されて対抗策を講じられてしまうのでこの呪いは知らないものにしか通用しない。魔術生命体という形で仕組みのわからない魂を 器の肉体ごとまとめて製造することや、少女を死者に変換し、事故の目的のために古き自分を脱ぎ捨てて、それを特別な死者とすることも可能。だが、魔人でさえも世界を丸ごと作り変えない限り、肉体や精神が完全に破壊されてしまった死者を、そのまま復活させることはできない。便利で有用だが、その反面危険性もあり、 軍事機密や兵器技術のような側面もあるので、秘匿され、一般には普及していない。目に見えない力を取り扱うことから、恐怖を見据えて、覚悟を決めるという当たり前の初期作業が、とても難しい技術体系であり、本職の魔術師は、魔法面を決め、参入の儀を行い、死後に行われる裁きを疑似体験してまで自我を固めていく。ただし、 必ずしも秘匿する義務があるわけではなく、場合によってはあっさり明かすこともある。また、一見すると、この世界のあらゆる事象に存在する等価交換の原則を騙して、一の労力で10の成果を出しているかのように見えるが、実際には集まりが偏ることで異相の衝突が発生しており、それにより生じた火花やしぶきのしわ寄せのために、 直接の原因が見当たらないような悲劇が世界中で起きている。科学サイドの人間からは現実と同じく架空の存在や迷信として認識されている。魔術師魔術を行使する人間の総称、いわゆる魔法使い、魔術師。なお、本来魔術師ではない聖職者や宗教関係者が魔術を扱う場合もあるが、こちらも後に述べるような特徴を持つため、 好義の魔術師に含まれる。魔術師の性格や形態は使用する術式や所属する宗派、組織などによって千差万別だが、19世紀末に確立した近代魔術師と呼ばれる現代の魔術師の全般的な特徴として個人主義が強いことが挙げられる。傾向として多くの魔術師は何らかの挫折や苦悩などの経験を抱えており、 その結果自ら定めた魔法名に従い、個人の市場や信念を最も重要視する。大半の魔術師にとって、所属組織は単なる利用手段でしかなく、組織の利害関係や命令、金銭的な契約などは軽視して、自らの目的を優先し、場合によっては、組織を裏切ることも何ら意図はない。組織を重視する魔術師でも、魔術師個人の目的が前提となっていたりする。 無所属の魔術師も珍しくない。戦術のように魔術は誰にでも使えることからどんなものも魔術師となることが可能で、そのため単に知識を習得するだけでなく、既存の術式を独自に改良したり新たな術式を創作しなければ、一人前の魔術師とは呼べない。また、どんなものもとは言っても、魔術師の中にも成人のように先天的体質に大きく依存した力の持ち主や、 学問的や技量的な才能として秀出た資質を持つ者はいる。なお、作中では、戦闘を主とする魔術師がよく登場するが、魔術師はあくまで魔術師のあり方に準拠したプロであり、軍事的な戦闘員とは根本的に性質が異なる。そのため一部の例外を除き、単独戦闘を好んだり、相手の言葉に正面から応対するなど、戦闘において、 非効率的な行動を取る者も,も多い。また、魔術師同士の戦闘は、相手の術式を解析、逆算することで、抜け道や対策を講じたり、罠や先手の読み合いや、駆け引きなどが主であるため、一種の高度な頭脳戦とされる。魔術師の中でも、魔道書の原点を執筆し、その内容を伝えるなど、知識を広めることに力を入れるものや、 弟子に魔術を教えるなど、行進の育成に力を入れるものについては、魔道師と呼称されたなる魔術師とはまた別に扱われる。魔道書魔術の使用方法が記された書物、いわゆる魔道書。世界各地の文化圏に無数の魔道書が存在する。知識を広めることを目的として書かれているが、魔道書に記された異世界の知識は前述の通りこの世にとって猛毒であるため、 宗教防壁を備えていない素人が目を通すと脳を汚染されて発狂もしくは廃人となる。原点の猛毒とは読者の常識と英知の間にある祖母によって引き起こされるため、黄金ではそれを回避するためのキットの開発が行われていた。なお、作中に登場する魔道書の名称は実在する宗教的な書物から取られている。 書物の形をしていない石板なども魔道書に含まれる。また、聖書をはじめとする、様々な宗教圏の教典や、伝承、教訓を暗誘するような童話の本も、写本として、講義の魔道書に含まれる。魔術の分類、種別一覧この項目では、魔術の流派による分類や、後半に使用されるポピュラーな術式、個人によらず複数の人物あるいは特定の、 組織全体に関わる魔術を解説する。特定の個人固有の術式については、それを用いる人物の当該項目を参照。系統、流派、理論各宗教の術式については、口実を参照。広範な術式、大魔術その他魔術関連魔術的なエネルギー個人で生成する魔力とは別の大きなエネルギー。魔力と違って、最初から、 属性のようなものが与えられている場合が多いため、魔術を使うためにエネルギーを作るのではなく、エネルギーの質に合わせて使う魔術を選択するという方法をとる必要がある。人の持つ魔力を使って呼び込む形で発動するので、そもそも個人の魔力を操れないものは大規模なエネルギーを扱えない。個人の魔力では不可能なレベルの術式を扱えるが、 単純に爆発の規模が変わるので、リスクも増加する。その他の存在、その他の概念、その他の魔術的、構造物魔術を行使するときに用いる道具や、魔術的効果が付加された武器、装備の総称、いわゆる魔法の道具、儀式や戦闘の際に、より精密な手順や効率化が求められる場合に用し、杖をはじめとして、他種多したような形状や効果の霊僧が存在する。 魔術師は、霊装を掴むことによって、体の一部とみなし、自身の魔力を流し込み循環させ、魔術を発動する。基本的に霊装は、術者と、セットでの道からを発揮する道具に過ぎないが、遠隔地から魔力を供給しつつ、自立稼働させるタイプもあり、歩く教会のような一部の例外は、魔力がなくとも効果が永続する。霊装とはいっても、 必ずしも伝説の品や古めかしい道具である必要はなく、形と役割さえ整っていれば、身の回りの日用品でもある、程度機能する。ただし、やはり魔術的な細工を施した、専用の冷蔵や、伝承上の道具と似た効果を付加させた、冷蔵の方が、機能性が増す。また中には現代では、代用不可能な神話級の効力を持つ、冷蔵も存在し、 場合によっては起動の際にそういった霊奏が必要な大規模魔術もある。霊奏の規模としては、手に持って扱えるサイズの比較的小規模な霊奏から、身の丈を優に超える大型霊奏、魔術兵器、さらには神殿や教会のような魔術的施設や儀式場、果ては巨大な魔術要塞まで多岐にわたる。なお、本作に登場する霊奏の杖は、 いずれも何らかの植物をモチーフにしたデザインとなっている。以下では作中に登場した主な霊装について列挙する。特定の個人専用の霊装については当該項目を参照。魔術師が集まって構成される組織の通称。英語読みではマジックキャバル。その形態や規模、目的や活動、周波や使用術式などは千差万別。 無償の人助けを行う善良な結社から、殺人やテロも厭わぬ、犯罪組織的な結社、攻撃的で大規模な有力結社に、技術や戦力の低い小さな結社まで、世界各地に無数の結社が存在する。また、対抗する分野が、相争うという対立職業と呼ばれる暗黙の了解が存在し、このため、魔術結社業界は、 数多の結社同士が無秩序に増えて拡大しては、無秩序に競い淘汰されるという勢力争い。戦術のように魔術師は信念に忠実な個人主義者ではあるが、儀式における役割分担の必要性、情報収集や資金獲得の効率化、単純な戦力増加など様々な理由により、同じ目的を持つ者が集まり魔術結社を形作る。魔術結社は対立も多いが、 レイの材料調達などで、結社同士が交流したり、魔術的な裏市場を形成するなど、ある程度の共同体は保たれている。なお、魔術結社は、その存在を公にはしていないものの、一応会社という名義で、表社会での地位が保証されている場合もある。また現代の魔術結社では、 古城や宮殿などの古めかしい大規模なアジトを持たず、アパートや雑居ビルの一室といった簡易な消去点を複数用意し、財産や人員を小分けするのが常識とされる。これは他組織による捜索や襲撃の際に一つを、キリステリスクを最小限に抑えるためである。なお、魔術師が所属していても十字教書派等の公的な宗教組織は魔術結社に該当しない。 これは、制度的な違いもあるが、霊微にあいわく最大の違いは、多数派として認められているか否かであり、仮に、魔術結社であっても巨大宗教を大きく超える、勢力にまで拡大すれば、立場が逆転するとされる。宗教の中でも十字教は、魔術結社を異端や邪道として敵視しており、それゆえ教会と魔術結社は対立関係となっている。特に、 犯罪組織として社会に混乱や悪影響を及ぼす結社や政治的に問題のある思想を持つ結社については制裁対象として捕獲または殲滅させられる。系統すれば系統するほど金や情報といった俗っぽい力を嫌って遠ざけようとする風潮があり有力な魔術結社の場合は豊富な資金を有しているケースもあるがそれはギャングに近い裏の金であり 不正を暴かれてしまえば没収される葉っぱのお金に過ぎない。また、魔術の初心者が数人集まる、同好会やクラブ活動のような小さな集団は、結社予備軍と呼ばれる。活動内容も恋占いや瞑想など、程度の低いものに終始し、組織構造も未熟なまま自然消滅する。ただし、結社予備軍には大多数の小物の中に高い実力を、 持つ組織が紛れているという特徴があり、口実の新たなる光がそれに該当する。作中世界にも現実世界と同じように様々な宗教や神話が存在し、それぞれに独自の魔術が存在する。十字教や仏教といった宗教は表社会でも存在が広く知られ、所属する人間も大多数が魔術と無縁な一般神徒だが、その暗部や神部では、 魔術部門を運営し上層部も魔術と深く関係している。現代では宗教として衰退した神話なども魔術師や魔術結社が魔術を使用したり伝承を進行することで活用されている。宗教に属する魔術師は前述の魔術結社などとは違い、聖職者や修道者が宗教を進行する一環として副次的に魔術を使用し、 宗教に身を尽くすことや組織が利益を得ることを個人の目的としている。治安や秩序を守る側にあるために、一般人への影響や犯罪行為、政治的事情などに対して慎重な場合が多く、また公的機関のため資金や特権が保障されている。多神教の神々は理論だけでなく感情を持つので、生徒府の両側面を表に出し、迷いや失敗も許容する。 互いの弱点を補完し合い、複数の神々の意見を取りまとめた全体で一つの柔軟で剣道な防衛システムとなり、最後に正しい道を行ければよいとする思想を持つ。以下では作中に登場した、あるいは存在が語られた宗教組織や神話について列挙する。なお、その宗教の関連用語も解説する。十字教作中における世界最大の宗教、ただ一神教、 作中で主に登場するのはこの十字教である。架空の宗教だが、修士、用語、歴史背景や衣装、道具、施設等のデザインなどは、キリスト教がモデルとなっている。2000年以上昔に神の子によって始まり、当初はローマ帝国など多数派に迫害される側だったが、その後広く布教され、一大勢力となり、逆に、異教、 異端を厳しく弾圧した歴史を持つ。現在では、ヨーロッパを中心に、全世界に信徒がおり、旧教と新教をはじめとしてネストリウス派、アタナシウス派、グノーシス派など、様々な教派に分かれている。中でも旧教に属する、イギリス神教、ローマ聖教、ロシア聖教の三つが十字教三大勢力と呼ばれる。本来、十字教としては、魔術は禁止されているが、 魔術師や魔女に対抗して戦うために各宗派の実動部隊やトップは魔術を用いている。その場合の魔術は主に聖書の内容や偶像崇拝の理論などが用いられる。神の教えを信じる者を殺めてはならないというルールがあり、これに則っ,った神の教えに背く者は罰しても構わないという例外を言い訳として過去には多くの虐殺を正当化してきた。罪人。 魔女、配信などのルール違反を犯した人々は、試されたものは必ずレッテルを貼られるように決まっている。神明裁判を受けることになり、教会から縁を切られると同時に、神の敵としてのレッテルを貼り付けられる。また、追放準備が済むまでの拘束期間は、不要意に命を奪いないが、殺さない限りは何をやっても多めに見るという暗黙の了解が存在する。死んだ人間の魂は、天国、 煉獄、地獄のいずれかに向かうとされるので、この世に泊まる魂など存在しないことになっている。神の子や、聖人の中でも、歴史上トップクラスである十二使徒などの手によって、生き返った人間の話は例外であり、ジャック・オー・ランタンのようにごく稀にさまよえる魂が出現することもあるが、それらは天国へ行く資格もなく、地獄からも締め出された罪人の魂であると判断される。 愛入れなかった様々な古い宗教の神々は悪魔の一分類である邪神や無力化、矮小化され人間に寄り添う妖精として登録し直されている。逆に異教の英雄を十字教の守護聖人として取り込むこともあった。北欧神話北欧圏に伝わる多神教神話、作中で十字教に次いでよく登場する。十字教の不教の影響で 北欧神話的な文化が失われてしまい、現代社会では宗教として衰退しているが、魔術サイドにおいては、ルーン魔術をはじめとして、北欧系の術式を扱うものが多く、ポピュラーな存在である。北欧圏外の一般人にもなんとなく、知られている割に、その教義や体系の印象が薄い、身近で遠い宗教であり、十字教のような、君臨する宗教とは対象に、 浸透する宗教の代表格とされる。主神はオーディンであるが、それ以前の初期の伝承ではウルやトールが信仰されたと考えられている。世界の素材はユミルという巨人の主体で一部の例外を除き、すべての世界が神によって作られたという法則が存在する。基本的に友倒れの神話なので、神と巨人やムスペルといった、 神々の敵対者の力は五分五分で、神も人も死ぬ、敗北する可能性のある宗教である。最後の戦争ラグナロクでは、9つの世界とつながる世界樹そのものが、炎獄をするとに焼き尽くされ、積み上げてきた文化の全てが燃やされて、主神オーディン含む大多数の神とその敵対者が相打ちになる。また、北欧神話における神々の力とは武器と同一であり、 特殊な武器を持つからこそ神々は力を発揮することができ、逆に武器を奪われたり落としたりすることで、神としての力を一時的に封じられる話すらも存在する。神々の武器を作ることができれば、神々の力が手に入り、その力を十分に発揮できる人間は、魔人にもなれる可能性があるとされる。また、リチャードの理論では、武器は、霊装と、 接続儀式の二つがセットになって進化を発揮し、神々は霊像の力を100%引き出すための接続儀式を独占していたと推測している。その他の宗教をこの他にも、ケルト神話、ブール教などが登場している。現実のキオチアの航空写真。アニメ版の風景のモデルにもなっている。ありがとうございます。